飲みますか？いっぱい飲んで迷っちゃう。カルピス飲もうっと。はい、どうぞ。もくもくもく、おいしい。でもオレンジジュースも飲みたかったな。あ、いいこと思いついた。そんなクモリンにおいしいジュースを作ってあげる。え、なになに？クモリンのカルピスとオレンジジュースを混ぜて、クモリンミックスジュース。カルピスとオレンジジュースが混ざっちゃった。まあまあ飲んでみてよ。いただきます。もくもくもく、すっきりしてて甘い。おいしそうだな。僕もやってみる。何がいいかな。そうだ、リンゴジュースに牛乳を入れて混ぜたら、サンサンミックスジュース。飲んでみたい子はグッドボタン。どんな味がするの？いただきます。ごくごくごく、うん、まろやか。私も可愛いジュース作りたい。三ツ矢サイダーにかき氷用のシロップを入れるよ。プリルのジュースできた。とっても綺麗。プリル、ちょっとそのジュース貸して。いいよ。何するの、サンサン？ちょっと見ててね。アイスの実を入れます。頼もうじゃ。そして完成、アイス入りプリルジュース。おいしそう。ありがとう、サンサン。いただきます。冷たい。おいしい。クモリンのジュースも変身させちゃうよ。わー、なになに、海だ。さあ召し上がれ。海がプルプルしてておいしい。えっへん、なんでもできちゃうジュース屋さんです。ギャー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 、簡単の店をのっとってやるぜ。あ、また来たな、ノイズ。サンサンキッズのグッズ売ってるよ。下の概要欄見てね。黒い飲み物でビビらせてやる。もう何するの。コーラにメロンソーダとウーロン茶を入れてやる。真っ黒黒の好きだよ。絶対に美味しくないよ。俺様特製ノイズジュース飲みやがれ。真っ黒で不思議な匂いがするよ。やだ。ギャー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 、面白い。早く飲みやがれ。うん、しょうがないな。ごくごくごく、あれ美味しい。ちょっと不思議な味だけど美味しいよ。サンサン、どうしちゃったの。クモリンも飲んでみなって。ボクボクボク、あれ美味しいかも。飲める。なんだって。ノイズいい子だね。ちげえよ。俺様は苦い顔をするお前らが見たいんだよ。にーちくしょう、すまんねー。ノイズ言っちゃった。黒い飲み物だったけど美味しかった。いろんなジュースを混ぜてみると新しい味がいっぱいあって楽しいね。いろんなジュースを混ぜて楽しかった。また飲みたいな。そうだね。ジュースを飲むときは飲みすぎないようにするのと、飲めないジュースは作らないようにしようね。はい。みんなも一緒に美味しいジュースを作ってみよう。今度は美味しいケーキみたいなジュースを作ってみたいな。僕は大好きなバナナジュース作りたい。そうだ。あー、お絵かき紙芝居の時間だよ。お絵かき紙芝居が好きな子はグッドボタン。今日のお話は醜いアヒルの子。始まり始まり。昔昔あるところに一匹のお母さんアヒルのつくもが巣で卵を温めていました。可愛いアヒルちゃんたちはまだかしら。大事に卵を温めていると、卵が割れて元気なヒナたちが生まれました。黄色の毛がふさふさしています。ピヨ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 、カッカッカ。ノイズもいる。しかしまだ一つの卵だけヒナが生まれてきません。つくもも心配しています。早く可愛い顔を見せてちょうだい。頑張れ。しばらくしてやっと卵が割れてきました。しかし生まれてきたのは毛が灰色の醜いアヒルでした。
その姿にみんなはびっくり。なんだこいつは。クモリン。つくもは言いました。クモリンは少し色は違うけど、みんなと同じ可愛い子供たちよ。仲良くするのよ。みんな遊ぼう。マグモグマグ。バナナ食べてるし。だけれどみんなはクモリンに振り向かず、一緒に遊ぼうとはしませんでした。ねえノイズ。カカカ、俺様は忙しいんだ。クモリンは一人ぼっちに。そんな。ある日のことです。ヒナのノイズがクモリンを遊びに誘いました。クモリン、一緒に遊ばねえか。やったー。クモリンはウッキウキ。大丈夫かな。ノイズは静かな水辺にクモリンを連れて行きました。ここで隠れんぼしようぜ。もちろんお前が鬼だぜ。僕が。ノイズ意地悪。クモリンは一人でノイズが隠れるのを待ちました。バナナが1本、バナナが2本。クモリンが数を数えていると、後ろに怪しい生き物が。クモリン逃げて。なんと後ろから大きなワニが出てきました。わあ、来いよ。なんでこんなところに。ワニは大きな口をガバッと。大きすぎ。ノイズはクモリンを騙していたのです。ノイズ助けて。呼んでもノイズは来ません。僕は食べても美味しくないよ。クモリン。クモリンはなんとか逃げ切りました。そこへ心配したつくもがやってきて、とっても心配したのよ。なんで僕ばっかり意地悪されるの。クモリン、どこ行くの。もう嫌。そう言ってみんなの元を離れていきました。クモリン。クモリンはあてもなく仲間を見つけようと頑張りますが、誰も振り向いてはくれません。ふう。君は僕の話を聞いてくれるの。みんなひどいよね。クモリン、それバナナだよ。あっという間に季節は秋になりました。水辺を泳いでいると、白くてとても綺麗な鳥の群れを見つけました。それは白鳥の群れです。わあ、綺麗。これさっきのバナナ。はあ、僕もあんなに綺麗になりたいな。なんでみんなと違うんだろう。水に映る自分を見て悩んでいました。クモリン。白鳥たちはクモリンの上を飛んでいきました。僕もあんな風に飛びたい。僕にもできるかな。きっとできるさ。季節は冬になりました。寒さを乗り越えようとクモリンは頑張っていました。しかし水辺が凍るほどの寒さ。かき氷になっちゃう。クモリン。そんな寒い冬を越えてあったかい春になりました。すっかりクモリンは大きく成長していました。今日もいい天気。バナナまで大きくなった。水辺を泳いでいると白鳥の群れに会いました。一緒に遊びたいな。嫌われないかな。悩んでいましたが勇気を出して向かいました。クモリン偉い。すると白鳥たちは、こんにちは、新人さんかな。白くて立派な羽をしているね。クモリンに優しく声をかけてくれました。え、僕のこと。クモリンは水に映る自分を見ました。わあ、灰色の羽が取れて白く美しい白鳥になっていたのです。僕ってこんなに綺麗なんだ。よかったね、クモリン。辛い毎日を乗り越えてクモリンは誰よりも美しい白鳥になりました。そしてみんなと一緒に大きく飛び立っていきましたとさ。うんうん、よかったよかった。え、バナナも飛べるの。めでたしめでたし。さあさあ、何作ってるの。できてからのお楽しみだよ。あ、サンさんの絵だ。で、あれ変な折り目があるよ。
書いてないよ。ここに僕のお口を書いて畳んであげると、見て見て、わあ、お口が伸びる。ひひん、でもそれだけじゃないんだ。なになに？こことここに紙をこんな感じで貼っていくよ。何のため？貼り終わったらこうやって手を入れて、できた！プリル見てて。おーん！わあ、長くて大きい口！パクパクさんさん、いいでしょう。作ってみたい子はグッドボタン。いいな、私も作る。こうやって折ってある紙に可愛いふわふわを書いて、ハートも素敵。そしたら紙を広げてお口を書いていこう。最後に紙で取っ手をつけて完成。パクパク、素敵。あ、パクパクさんさん、何してるの？うわー、わー、バナナいっぱい。で、クモリンが、僕もバナナいっぱい食べたくなっちゃって。誰か僕のこと呼んだ？クモリン。わー、みんな何してるの？大きいお口の僕たちを作ってるんだよ。僕も作る作る。もくもくもく、大きいお口、取っ手をペタペタ、できた。そういえばパクパクプリルは何も食べないの？うふふふふ、じゃーん。わー、お口の中がキラキラだ。かわいい。お口の中までおしゃれしなきゃね。パクパクコモリンも何か食べようよ。何食べようかな。どうだ？わー！さんさん、クモリン！指遊び劇場！腹ペコクモリン！ある日、クモリンがお外でお昼寝をしていると、ガッガッガー！俺様の出番だな！大変！ノイズがクモリンの角を引き抜きました！すると、クモリンの体は光に包まれ、目が覚めるとクモリンの姿が変わってしまいました。どうしよう、僕どうなってるの？落ち着いてクモリン。その声はプリル？ノイズがいたずらでクモリンの角を取っちゃったの。角を取り戻せば元の姿に戻れるはず。そのためには魔法の食べ物が必要だよ。魔法の食べ物って何？うーん、こうしてクモリンの旅が始まりました。みんな、グッドボタンで応援してね。うーん、お腹すいたな。クモリンが歩いているとウサギさんがやってきました。ウサギさん、お腹がすいて倒れそうなんだ。何か食べるもの持ってない？クモリンが尋ねると、ウサギさんはたくさんの野菜を持ってきました。あれ？どうしたの？野菜嫌い。クモリン、好き嫌いしてたら元の姿に戻れないよ。クモリンは頑張って野菜を食べました。クモリン偉い。けれど体は元に戻りません。ウサギさん、ありがとう。クモリンはお礼を言ってまた歩き始めました。次は何を食べようかな。クモリンが歩いていると、今度はパンダさんがやってきました。パンダさん、お腹が空いて倒れそうなんだ。何か食べるもの持ってない？クモリンが尋ねると、パンダさんは長い笹を持ってきました。パンダさんは笹が好きなんだね。どんな味がするんだろう。いただきます。クモリンは驚いて笹を吐き出しました。体はやっぱり元に戻りません。笹も違うみたい。パンダさん、ありがとう。クモリンはお礼を言って歩いていきました。
次は何を食べようかな。クモリンが歩いていると今度はワニさんがやってきました。ワニさん、お腹が空いて倒れそうなんだ。何か食べるもの持ってない？クモリンが尋ねるとワニさんは大きなお肉を持ってきました。お肉だ。クモリンは大喜びでお肉に飛びつきました。ダメだよ。ああ苦しかった。お肉はよく噛んで食べようね。体もやっぱり元には戻りません。お兄さん、ありがとう。クモリンはお礼を言って歩いていきました。ガッガッガー、元気なもんだぜ。ガッガッガー。どうすれば元に戻れるんだろう。クモリンが歩いていると今度はクモリンは道にキャンディーが落ちているのを見つけました。おいしい。あ、勝手に食べちゃダメだよ。だってお菓子大好きだもん。いくらでも食べられちゃう。クモリン、あんまり食べすぎると。あれ、お腹が痛い。だから言ったのに。クモリンはお猿さんに囲まれていました。お猿さん、お腹が空いて倒れそうなんだ。何か食べるもの持ってない？するとキングゴリラさんが現れました。バナナだ。クモリン、バナナ大好き。クモリンは喜んでバナナを食べます。すると不思議なことに角が生えてきたではありませんか。クモリンは無事元の姿に戻りました。魔法の食べ物はバナナのことだったのです。やっぱりバナナ大好き。こうしてクモリンは大好きなバナナをたくさん食べましたとさ。めでたしめでたし。豆知識、手に書いたペンは日焼け止めクリームで落とせるよ。大人の人と試してみてね。欲しい。そうだ。わー、今日のお絵かき。